おめでとうございますここで小林社長との第15回クラリーの美脚大賞20代部門を受賞されましたどんなお気持ちでしょうかあの嬉しすぎてここに立てていることが本当にあの信じられないです <laughs> あの私 の足ってすごく筋肉質で,で本当になんか美しいという言葉にはこう遠いと思っていたのでだったらこう強くなろうと思って自分なりに鍛えてやってきましたので、うん、なんかこんな風な場所に立たせていただいていることがとても不思議なんですけれども、うん、でも本当に今までその演技でもあとは ダンスでもあと走ることにおいても本当にこの足だったからこそ乗り越えられたのかなと思うので、うん、そして、この素晴らしい場にあのたどり着くことができたなというふうに思っておりますので、うん、今日は感謝を込めてこの場に立たせていただきたいなと思います。こう足にに意識を持つようになったのは あの前田敦子さんの,あの密着取材の,あの番組がありましてそれを見た時になんか足が綺麗になりたかったら足を出す服装を選んだ方がいいっていうふうにおっしゃっててそれを本当にこうあの行動で表していらっしゃってそれを見た時に「信じる者は救われる」っていうその言葉をすごくこう 思ったというか,なんかその時高校生だったんですけれどもすごくこうあのまあ部活とかそういうので結構足にコンプレックスを持っていたのでプライベートなんかこうお仕事に向かうときではこう温かさを重視してあの結構足を温めていることが多いんですけどあのプライベートであったりお仕事はなるべくこう足を出すものを選んで。 あ,のあとは体のラインが見えるものであったりとか、えー、っていううのを選ぶようにしましまた女性にはこう牛のあお肉がすごく体にいいていう風に聞いたので、はい、あの赤身であったりとか<身>レバーであったりん、はい、なんか、まあ、お肉が好きっていうのはあるんですけど <laughs> 食べるようにしてます。えー